死の覚悟、海軍少佐古川正孝の御事、神風特別攻撃隊新天隊、昭和20年5月29日沖縄にて戦死。奈良県出身、大阪外語、24歳。人間の迷いは実にたくさんありますが、死に対するほどそれが深刻で悟りきれないものはないと思います。これだけはいくら他人の話を聞いても本を読んでも結局自分一人の胸に起きる感情だからです。私も軍隊に入るときはそれは決死の覚悟で航空隊を志願したのですが、火とともにその悲壮な、いわば自分で自分の興奮に溺れているような、そんな感情がなくなってきて、やはり生きているのは何にも増して変えがたいものと思うようになってきたのです。その反面、死ぬ時が来たならそりゃ誰だって死ねるさという気持ちを心の奥に常に持つようになります。しかし本当に死ねると言っていても、いざそれに直面すると心の動揺はどうしても免れることはできません。私の今の立場を偽りなく申せばこのことなのです。私たちは台湾進出の命を受けてジャカルタを出ました。いよいよ死なねばならぬ、そう思うと戦に臨む湧き上がる心より何か死にたくない気持ちの方が強かったりするのです。わざわざジャワから沖縄まで死ぬための旅を続けねばならぬ、そのことが苦痛にも思えるのです。愚道、戦死する日も迫って、私の短い半生を振り返るとやはり
何か寂しさを禁じ得ない。死ということは日本人にとってそう大した問題ではない。その場に直面すると誰もがそこには不平もなしに飛び込んでゆけるものだ。しかし私は私の生の短さをやはり寂しむ。生きるということは何の気なしに生きていることが多いが、やはり尊い。いつかは死ぬに決まっている人間が常に生に執着を持つということは、いわゆる自然の妙理である。神の大きいお恵みがそこに表されている。子供の無邪気さ、それは知らない無邪気さである。鉄人の無邪気さ、それは悟りきった無邪気さである。そして道を求める者は悩んでいる。死ぬために指揮所から出ていく搭乗員、それは実際神の無邪気さである。和歌。雲は来て流るる果ての青空の、その青の上、我が死にどころ、下着よりすべてかゆれば新しき我が命も生まれいずるか。あと三時間の我が命なり、ただ一人歌を作りて心を沈む。ふるさとの母の頼りに強きこと、いい手は折れど、おいしい母はも。